あーこれ欲しかったんだよね。何ですか？じゃーん、犬の言語翻訳機バッティンガルさん。それご主人に必要あります？時に春さん、昨日私のクッキーが突然消えたのだけれど。何のことですか？美味しかったです。わはな、春さん本当に私のこと好き？当然です、そこに嘘偽りはありません。お、本当だ、やったぜ。その使い方間違ってませんか？私の魅力を一言で言うと、ご主人は世界一美しい人です。そもそも一人しかいないので、まるで悪魔の機械です。ねえハルさん、何ですかご主人？この世界で私は幸せになれるのかな？人は幸福だと他人に思わせるために苦労するものです。なら今のご主人は比べようもなく幸福だと思います。何ですか？長い、理屈っぽい。でもほらよく言うじゃん、人は一人では幸せになれないとかなんとか。あれ生きていけないだっけ？他人がいてもいなくても幸せは実在しません。幸せは感じるものなのですよご主人。すごく簡潔で感覚的だったと思うのですが。犬のくせに。あ、どうしたハルさん？気をつけてくださいご主人、野犬です。人がいなくなり主人なき今、ああして飼い犬が野生化しているのです。ご主人は僕が守ります。黒芝かわいいやつ。この時代にお前はなぜまだ繋がれている？我らの先祖が狼だという誇りはないのか？意義あり。どんな世界でも自分とご主人の関係は変わりません。このリードはいわば二人の絆なのです。意義あり。ハルさんが匂いを嗅ぐのに夢中になっていつも迷子になるから繋いでいるんでしょうが、カッコつけんな。うーりゃー、うらやましくなんかないからな。ねえご主人、ご主人は以前の世界に戻りたいと思いますか？どうして？こんなにも星が綺麗なのに。そうですか。でも思うんだ、もしも今戻れたら少しだけ素直に生きられるのかなって。ご主人、どう？今のやりとりはいい感じだったでしょ？どこが素直なんですか？もう次は僕の番ですからね。ハルさんは今と以前の世界どっちが好き？もちろん今です。ずっとご主人と旅ができるのですから。それにご主人の引きこもり体質も治りましたし。余計なこと。確かに今の世界では近所の犬たちから常に求愛されることも、通りかかる人ほぼ全員からチヤホヤされることもないですが。それでも僕は今の方が好きです。お前リア充だったのか。超新星爆発しろ。我々の時代に未来からの観光客が押し寄せたことはない。ただそれについて私は誰とも賭けをしないだろう。タイムトラベルは実現可能だ。スティーブン・ホーキング。ではあなたは10年後の未来から来たご主人なのですね。信じてくれるの？未来は誰にも分かりませんが、ご主人を分からない犬などいません。というか変わりませんねご主人。若い春さんだ、会いたかったよ。10年後ですか。その頃には僕はご一緒していないということは、つまりそういうことなのですね。申し訳ありません、ご主人をお一人にしてしまって。あ、いや、本人同士が会うとタイムパラドックスがどうとか相変わらずうるさいから置いてきたんだけど。あ、僕まだいるんですね。というか今のご主人が起きる前に帰ってください。人生で最も豊かな時間とは、何も考えずぼーっとする時間だそうです。そうだね、春さんの言う通りかもね。浪費を楽しんだ時間は浪費した時間ではありませんねえご主人。今は何も考えるなよ。おっしゃる通りと言いつつ、どうして以前の世界ではいつも何かに追われているような気がしたのだろう。何もしないというだけで罪悪感や焦燥感を感じるなんて間違ってるよね。おっしゃる通りですご主人。かつて縄文と言われる時代では、人々の労働時間は4時間程度だったそうです。それが1万年以上続いたそうですから。いいから今は喋るなって。なぜ僕だけ？あの、何の話をしていたのでしょう。カッパが抜くシリコ玉って何って話。そうでしたか、すみません。シリコ玉はね、記憶の塊なの。記憶ですか？一体どうやって抜くのです？ポン、こんな感じ、早技。あの、何の話でしたっけ。無限ループだね。じゃじゃあ、カッパ様、持ってまいりました、巨大キュウリです。やったー。あの、それでハルさんのシリコ玉を、記憶を戻してもらえますか。あの、どなたかは存じませんが、それはキュウリではなくズッキーニですよ。なんでバラすんだよこのバカ。なぜでしょう、懐かしい感覚です。あー、かき氷が食べたい。氷ですか、さすがに難しいですね。氷といえばご主人、水とお湯を同時に冷凍庫に入れるとなぜだかお湯が先に凍るそうです。謎です。何それ、マジ、やってみようよ。で、どうやって試すんじゃい。てか熱い。焼き渡りです。そんなの学校で習わなかったけど。科学で未証明のものは教えられないのでしょう。理由は謎ですって言われた方が興味持つし面白いと思うけどな。資源ですね。クマンバチは飛べる構造じゃないのに、飛べると信じたから飛べるみたいなの。あ、それは空気の粘性を利用しているそうです。つまらん、却下だ。気合で飛んでるって方が面白いだろうが。